エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、ライブライトから始めよう編で曲をエクスポートしよう、書き出してみようという話になります。最初にエイブルトンライブのエディションのおさらいです。スイートが最上位、スタンダードが実践向け、イントロが入門者向けという、まあ、大体の扱いになっています。この3つが製品版として販売されています。ライトはバンドル品としての扱いになります。バンドル品、音楽機材ですね、オーディオインターフェースやミディキーボードなどを購入した際におまけとして入手できますよというものになります。でそのおまけなんですが、紙がペラッと入ってですね、ライブライト入手できますと書いてあります。その紙にライブ9ライトと書いてあっても、今はライブ10ライトを入手することができます。Google 等でライブライトダウンロードインストールなんていう風な感じで Google とこのページにたどり着くので、そこからダウンロードインストールオーソライズをしてください。その際にアカウントを作ることになるんですが、アカウントを作っておくと、後々スタンダードやスイートにアップグレードしたいなと思った時に、割引価格で、入手することが可能になるので、興味がある方は、まあ、早めに作っておくことをお勧めします。じゃあ今日の本編です。エクスポート、今日の本編ですね。今まで作った曲を書き出していこうという話になります。書き出すというのは、WAV ファイルや AIFF、MP3 などに MP3 などの音声ファイルとして保存するということですね。でまずセッションビューで曲を作っていた場合は、このように今トラックとクリップが並んでいると思います。で横列がシーンですね。まあこれをアレンジメントビューの方に移さなくてはいけません。こちらの方です。ちょっと見づらいんでこっち消しましょう。これですね、このタイムラインが左から右に流れていく画面の方にセッションビューのクリップやシーンを移すという方法を取らなくてはいけません。でここのセッションビューとアレンジメントビューの行き来は、PC キーボードのタブキーが一番楽かと思うので、よく使うショートカットキーなので覚えてください。じゃあまずなんですが、横一列すべてを写したいときはこのシーンをクリックしたまま、このアレンジメントビューを表すこの右上の横列の方ですね、ここにドラッグすればアレンジメントビューに切り替わって、かつこのさっきシーンに入ってたこのクリップがこの表示されるようになります。こういうことですね。でマウスを離せば、ドロップされてアレンジメントビューに貼り付くということになります。クリップ1個ずつでもできます。クリップ1個ずつの場合はもうちょっと楽で、クリップを選択して、今マウスで押したまんまです。でそのまま PC キーボードのタブキーを押してください。そうするとアレンジメントビューに切り替わるので、落としたい場所に落とすと、落としたい場所に落とすということになります。でこれオーディオファイルであればオーディオトラックに落とせちゃいますし、ミディクリップであればミディトラックに落とせるということになってしまうので、間違えないようにこの色分け、クリップの色分け、トラックの色分けをこまめにしておくことを強くお勧めします。じゃないとドラムの打ち込みをしたのに鍵盤のトラックに落としてしまったら、もうややこしいことになっちゃうんでね、視認性を上げる上でも色分けは重要だと思います。で、ここから先、まあ、軽くミックスをしていかなきゃいけないんですが、まずちょっと小節数だけ揃えましょう。今ベースのフレーズが4小節かな、後半のはちょっといらないんで消しますね。ベースのフレーズが4小節、ギターのフレーズが4小節、これがパーカッション、シンプラでバラしたやつが1小節ということになっていますね。ドラムが2小節。で、これ、小節数が違うと当たり前ですが、音はバラバラに、終わってってしまうので、4小節なら4小節で揃えます。今この一番上ドラムですが、ドラムのトラック2小節。ここにもう2小節欲しいですね。そうすると4小節になりますね。そういう場合は、コマンド D あるいはコントロール D で倍にします。じゃあこの
1小節のものどうするか、コントロール D を押して、で2小節分選んでもう1回コントロール D を押すと4小節になりますね。コントロール D あるいはコマンド D というのは複製のショートカットになります。もちろんこれ1小節選んでコントロール D あるいはコマンド D を 1,2,3 と押せば、3回分押せば4小節出来上がります。でこれたった4小節だとまたちょっとつまらないので、この4小節分を選んで今度はコントロールシフト D あるいはコマンドシフト D を押してください。そうするとこのトラック全体が複製されます。タイムの複製とかっていうんですけどね、ここに出てくるんですがタイムを複製、これで曲全体の長さを整えていくというだけのことになります。で今アレンジメントビューちょっともやがかかった状態になってますが、これはセッションビューの音クリップとアレンジメントビューのクリップを同時に鳴らさないようにというエイブルトンライブの設計上の仕様になってます。なのでアレンジメントビューの一応セッションビューの方のこのクリップを鳴らすとですね、アレンジメントビューもやかかってしまうので、このボタン今赤く光ってるアレンジメントに戻るボタンっていうんですけど、これをちょっと押してもらえればもやが晴れて音が流れるようになります。もしここもやがかかってる状態ですとですね、ちょっと一回やってみると、これでもやかかりましたね。この状態でアレンジメントビュー再生しても音は聞こえてきますが、これ実は鳴ってるのはセッションビューの方です。このトラックが鳴っています。ちなみにセッションビューのクリップを全部止めてもう一回アレンジメントビューに戻って再生しても音が鳴らないということになります。これは決してバグではなく仕様なので、もやがかかっているときはこの忘れずにアレンジメントに戻るボタンを押してください。そうするとセッションビューの方のクリップが全て停止されてアレンジメントビューの音だけ聞こえるようになります。で次に、これをちょっと聞いてみましょうか。まあ、こういう感じですね。まあ、ぐっちゃぐちゃですね。で次に書き出す前に軽くミックスをしなくてはいけません。ミックスはボリュームを整えたりパンを整えたり、オーディオエフェクトで、やミディエフェクトで、音を整えていくという作業になりますが、ボリューム、パン、この辺にもあるんですが、ここですね、一番アレンジメントビューの右の方、ここにもあるんですが、これだとちょっと視覚的にやりづらいかなと思う部分もあるので、僕はこのセッションビューのミキサーセクションを使うことが多いです。で、最初にやるのは、まあ、ミックス編はミックス編で過去にアップしているので、それをちょっと参考にしてもらえたらいいんですが、まず、このまま再生すると、マスターボリューム赤、真っ赤っかですね。なので、複数トラック、PC キーボードのシフトキーを使いながらマウスでクリックしていくと複数のトラックが同時選択できます。その状態でボリュームフェーダーを下げていくと複数のトラックが同時に扱えるので、これでまあだいたいマイナス10とか、右下画面右下トラックボリュームマイナス 10.0 デシベルとなってます。ここのぐらいまで合わせると、ちょっとやりやすいかなと思うので、これがだいたいおすすめといいますか目安値ですね。で次に曲を聴いてボリュームをちょっと整えていきます。だいたいこんな感じでいいかなというところに収まったらボリューム調整終わりです。次にパンですね。右と左このつまみでグリグリするんですが、右耳から聞こえてほしい場合にはつまみを右に回します。今マウスで上下に動かしているだけです。つまんドラッグして上下に、マウスを上下にドラッグしているだけです。で右耳から聞こえてほしい場合は右側に、感じますね、右から聞こえてほしい場合は右側に、左から聞こえてほしい場合は左側に振ればいいだけの話です。セオリーとしては高音高い音をより端っこに、低い音は真ん中側にというのが大体のセオリーですね。
もちろんセオリーを知った上でセオリーを外れたことをすると新しいことが生まれたりするので、それはいろいろ試してみるのが、おすすめ、いい方法だとは思うんですが、今だいたい基本なのでこんな感じにしてみます。でこれで聞いてみると、まあこんな感じですね。あとは聞きながら、ひたすら聞きながらいろいろ調整していくことになります。今回はミックスの話ではないので、その辺は割愛します。過去動画を参考にしてもらえればいいかなと思います。で次に、今セッションビューからアレンジメントビューに行って、このミックスですね、あ、過去動画のリストこれです、詳細欄にも貼り付けておくので、ちょっと見て、もらえればいいかなと思います。で次、書き出しですね。でじゃあ一回アレンジメントビューに戻りましょう。 PC キーボードのタブです。あ、またもやがかかってるのでもう一回戻しましょう。これですね。はい、これで先ほどミキサーセクションでいじったこのパンとかボリュームは当然ながらアレンジメントビューのミキサーセクションにも反映されています。連動してるんでね、こっちでいじアレンジメントビュー側でいじってもセッションビュー側のミキサーセクションに反映するようになっています。ここはもうあまり意識せずに自分が見やすい方、やりやすい方でいじればいいかなと思います。じゃあここまで来たら書き出しなんですが、ちょっと下のデバイスビュー閉じますね。はい、今 1,2,3,4,5 トラックが5個あります。で前開けたのちょっと意味があってですね、これバンド向けの曲をちょっと今想定しているので、一斉に全パートが入る曲を聴いてもらいたい時っていうのは、まあ前にカウント入れたりとかする方が、入れると都合が良かったりすることも多いので、後から足しやすいように、まあだいたい4小節分開けてあります。前2小節ぐらいあればカウントであれば入れられるとは思うんですが、だいたい曲って4小節か8小節の一塊になっていくので、最初4小節開けて次5小節目から始めておくと、曲がどんどん長くなっていっても、まあ、確認しやすい、数を数えやすいかなというところで最初4小節開けています。で書き出しなんですが、エイブルトンライブを書き出すためのショートカットキーは Windows は Ctrl-Shift-R、 Mac は Command-Shift-R です。押すとこういうウィンドウが立ち上がります。で先ほどトラック5つ確認しましたが、書き出されるトラックはマスターの他に個別のトラック、すべて選択されているトラックのみ、一番ドラム、スノーパッド、ベース、ギター、パーカッションですね、あとセンドリターントラックのみというのも書き出すことができるようになってますが、まあ、今はマスターで、全体書き出すときにはマスターですね。でこの書き出しスタート、書き出される長さを一応確認してください。エブルトンライブの場合自動解析してくれるので、曲の頭からお尻まで5小節目の1拍目の16分音符1つ目から8小節分書き出してくれます。5小節目の頭、ここですね、の頭から8小節分、2,4,6のや、この8小節分を自動で書き出してくれます。ただ自動解析なので変な話なんですが、こういろいろ編集してるうちにですね、全然関係ないところにクリップを置いちゃったりすることもあると思うんですが、そうなるとどうなるかというと、ここですね、53小節分、5の1の1から53小節分書き出しちゃいます。ここにある分まで全部自動解析してくれるんですね。あともう一つ、例えばこうクリップを選択してるとします。今ここベースの二回し目を選択してます。この状態で、エクスポートしようとすると、このクリップのある部分だけ、選択したクリップの部分の長さ分だけ書き出してくれるという、機能になってます。なのでここだけ書き出したいなっていう時には、この部分ですね、ここだけ書き出したいなという時にはクリップを選択してエクスポートでいいんですが、全体を書き出したい時にどっかを選択していると
その部分しか書き出せなくなっちゃうので、それは気をつけてください。なので選択している部分を外すとか、とか空の部分をクリックしてクリップ選択状態にはならないようにしてください。こっちも消しますね。はい、この状態で、で書き出すと。で、書き出しオプションいろいろあるんですが、曲として書き出すときには、物に変換はオフでいいですね。ループとして書き出すもオフでいいです。分析ファイル作成はオンの方がいいかなとは思います。で、ここ MP3 をエンコードもオンにしておくと、ここで選んだ上の PCM ってとこですね、選んだ WAV、AIFF、フラッグなどと同時に MP3 も書き出してくれます。で、サウンドクラウドにアップロードもオンにしておけば、もちろんそのログインしておけばですね、パソコン側でログインしておけば、自動で曲をアップロードしてくれるなんていう機能もついています。で、これで実際に書き出すとなると、あとはですね、エクスポートボタンを押せば書き出しが始まるよと、保存場所なんかも聞かれて、そのから書き出しが始まります。やってみると、エクスポートボタンをクリックすると、エイブルトンライブのプロジェクトフォルダの中に、保存しますかみたいに聞かれるので、必要であればリネームして保存を押せば OK です。 Mac も同様な、 Mac の場合は、ファインダーかが立ち上がって、保存先聞かれて、保存するよという流れになります。ただこれだけのことですね。はい、じゃあ今日ここまでになります。ミックスについてほとんど話をしなかったのは、以前話をしたというのもあるんですが、実はライトの機能の限界の話をそろそろしなくてはいけなくてですね、エフェクトの数うんぬんかんぬん、ちょっと限界があるので、その辺を含め次回以降話をしていきます。とりあえずバンドメンバーにこんな曲やりたいんだよねぐらいのはライトでも十分作れていけるかなと思うので、試しにそれで遊んでみて、そこからアップグレードを考えてもらえればいいかなと思います。アップグレードを考える必要性に関しても次回以降ちょこちょこ話をしていくつもりです。じゃあ今日ここまでになります。ライブライトから始めよう編で、曲をエクスポート書き出してみようという話でした。良い音楽ライフを。